はい、皆さんこんにちは、石倉沼です。こんにちは、島袋千奈です。はい、今回の企画は今回の企画は、はい、ユニクロ1万円コーデー、イエーイ、第3弾でございます。そうですね、はい、前回はね、ザラで1万円というあれだったんですけど、惜しくもね、ちょっと1万円オーバーしちゃったんで、気づいたら1万5000円今回は1万円ポッキリです。はい、はい、今回は本当にね、超えてないです、超えてないし、しかもしかも今回さ、11月13日から発売の、ね、ジルサンダーとのコラボ商品が出ました。そうなんです、運よくね、もうネットできたね。そう、ネットとかでさ、テレビとかでもそうですし、まあ俺もセイナもストリート好きなんで、結構そのコラボ商品見たりとかするんですけど、まあ買えないだろうなと思って、あの発売すぎてもあんまりこう関心がなくてというか、高くどっかで売ってんだろうっていう感覚だったんで、行ってみたらね、そうなんです、結構な数売ってましたよ。渋谷のね、道玄坂のユニクロと有楽町、有楽町銀座 あるらしいです。オンラインはもう全て完売で、広告のとこに載ってるそのオーバーサイズのダウンとかそういうのはさすがに店舗に売ってなかったけど、そうだ、ね、ポスターになってるやつは売ってなかったけど、色違いとかまだまだ あったのでびっくりしました。本当にまだまだ豊富に、ね、っあったよね。本当にあったの。いや、びっくりしたよ。いや、びっくりした、あれは。ないと思って行ったらあったらすごい、ね。結構ラッキーでね、ラッキー、この企画をやったんですけど。だから今回はユニクロとジルサンダーのコラボの J プラスでしたっけ。そう、J プラス、はい、プラス J でございますの、ね、あの商品、あのお洋服と、はい、ユニクロを、ね、ミックスした、買いました、コーディネートを考えました、はい、しちゃいますか。ただね、はい、うん、じゃあ今回はちょっとね、中身を見せずにいきなり登場という感じで、はい、着替えてまいります。はい、こういう感じです。はい、着替えてきました。ね、可愛くない？可愛い。ポイントはね、だってこのシャツがすごい気に入って、私ストライプがこういう、なんですかね、細いストライプとこのね、ストライプとスキンネスとミックスしてる感じがすごい可愛くて、これに合うコーディネートをちょっと考えたくて、やっぱ今寒いじゃないですか。寒いんで、中からタートルネックを着てもらおうと思って、今ニットとかこういうシャツの下にタートルネックを着るのがすごくトレンドなんですよ。いろんなブランドさん着てるし、だからちょっとね、あったかいし、これを着るだけでやっぱちょっとよりファッショナブルに見えるっていうか、はい、あとはやっぱこのパンツですよね、きれいめに、あえてデニムじゃなくてこういうテーパードのパンツにしました。グレーね、黒じゃなくてグレーの方がより爽やかに見えるかなと思って、はい、どうですか？マネキンになっちゃってた今ね、かわいい、めちゃくちゃかわいいと思う。で、この上のこのシャツとインナーのこのタートルネック T シャツがジルサンダーのコラボ品で、それぞれ3900円かな、おのおの3900、3900、これがこれがね、セール品で見つけたんだけど、これいくらだ、1200円よ、1200円。で、しかもゴムでちゃんと締めれるし、こうやってね、伸縮性があって、こっちで縛ってもいいし、ベルトでもいいし、ベルトもね、通せるようにこういうのがあって、すごい機能性が高いっていうか、本当はこのジルサンダーのコラボのやつのパンツもあったんですけど、それが結構7000円したんだ、ね、それに近いもので代用できないかっていうので、探したらセールで可愛いな。どうですか、前回とちょっとまたテイストが変わって、今回はきれいめに、なんか可愛い系、カジュアルだ、好きよ、この服装、きれいめね、うん、メチェン、メチェン、どうですか、可愛い、ありがとう、結構好き、はい、このね、最後のボタンだけなんて言うんだろうね、この留め方、ちょっと工夫があるよね、こっからこう帯みたいなんでつって、ここにかけるみたいな、ストライプが好きだから可愛いね、意外と、うん、どうですか、100点でございます。ありがとうございます。これはこれ可愛い、これ青好きだから、いや、先生に聞いて
このタートルネックって結構こう、まあ、先端というかさ、多分なんかこれをちょっと着るの恥ずかしいと思う人もいると思う。なんで？着慣れてないからかな。なんか違和感を感じて恥ずかしいと思っちゃうね。このシャツだけでもいいんじゃないかなと思っちゃう。可愛いから。の場合は下の何着るの？シャツ下なしだとして T シャツが。あ、ヒートテックあ、じゃあこのままで着ても別に変じゃないってこと？変ではないんだけど、より今年っぽく見せるんだったら、これがあった方がいいね。いろんなブランドさん、コレクション見てるけど、うん、はいはいはい、うん、着方をしてるから、よりおしゃれ感が増すんじゃないかなって思います。そういうことね。じゃあこのまま着ていいんだね。そう、もちろん。で、冬になってくると寒くなってくる。この上はやっぱりダウンとかアウター、アウター、なんでも、なんでもね、ダウンでも何でもアウトなの、うん、そうね、アウトでも。ちょっとハードル上がったな。では次着替えしていきますので、はい、選んでいただいて、はい、はい、きましょう。はい、着替えてきました。どうですか、シンプルイズザベスト上下で7600円です、はい。で、上はジルサンダーのコラボで、下は普通のユニクロの、まあ、綺麗めなスラックスパンツ。まあ本当は下にヒールをちょっと履いてほしかったりとか、ここからちょっと革ベルト下にこうタラーン垂らしたりとか、まあやりたかったんですけど、ちょっとベルトが意外と高くて、まあでもなくても可愛いんじゃないかなと思って、逆にこのジルサンダーのこのシャツ、ビッグシルエットだったら、まあ半分入れるスタイルって結構去年ぐらいから入ってるのかな。まあ、サリバンだったりとかアレクサンダーワンとか、まあ、いろんなそのストリートのハイブランドが結構やってて、俺超真剣に喋ってたが結構やってるから、逆にまああのこれだけでも可愛いし、まあベルトしたりとかアクセサリーとかでガラッて変えれる、まあ、スタイルかなと思ってる。まあ普通に俺可愛いなと思った。シンプルに可愛いです。うん、まあなんかこのスタイルがちょっとまあ嫌だなって人は別に入れても変じゃないと思うし、うん、結構可愛いんじゃない。ちょっと白シャツすごい好きね、すごい好きだし、これにキャメルのスラックスのパンツを合わせるあたりがすごいセンスいいなと思って、うん、やっぱりキャメルって女性らしい雰囲気を出してるから、まあね、すごいいいお色を選んだな。まあ、だからイメージテーマで言うと、会社の勤続年数が10年から15年で、あの後輩から下までつって、まあ、課長に行くんじゃねえかみたいな、ちょっと仕事のできる上司、5年後ぐらいに独立するか、そこの会社の若社長になるみたいな、もうスタイルこれ、これ、うん、そうイメージね、想像想像でっていう感じ。でもこれは結構自信あるというか、まあシンプルだし、使い回しがすごいできそう、このシャツ。ザラは結構ね攻めちゃったから、まあ、どうかなと思ったけど、まあちょっと今回はもう普通に安定な俺の好きなシンプルでいこうと思って、はい、これになりました。いいと思います。あとは上はそうだね、まあ本当は同じ色のジャケットだったりとか、多分革ジャンでもかっこいいと思う。脱いだ時にこれだし、うん、そうだね、うん、そう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 、後ろ出してとかでもいいし、全部出してもいいし、綺麗に入れてもいいし、まあパンツが結構本当にあのシルエットが綺麗だから、上はちょっとオーバーサイズ出す感じの方がいいのかなっていう。しかもこれ確かアームなんかなみたいなの入ってる、ヒートテックの生地が確かにあったかい、あったかいし、自分の体温プラス5度みたいな、うん、ちょっと曖昧やけど、でも選んだ時にそれが入ってて、まあ前回がねちょっとだいぶ薄着だったから、冬やのにLS スタイルいっちゃったから、はい、ちょっとこういう感じもいいんじゃないね。これ点数ね高いんじゃないですか、結構真剣に選びましたよ、うん、うん、85点あら嘘、そうです、ね、90ぐらいいくかなと思って90に近い85点。やっぱりユニクロ3点は欲しかったな、123点、だからもう1点あったら、おすごい90何点。
まあもちろんシンプル好きだし、まあね、そうそう分かるけど、もう一点何かあったらよりおしゃれだったかなって思う。まあシンプルは迷ってたのはマフラー。マフラーね、でもアウターがないと変だなって。ああなるほどね。だこの時点で今7,800円か、うん、2200円で買えるもの、うん、まあ結構少なくて、何にしようかなと思って。いやでもカーディガンでもさ、こういう風にかけたりとかするし、そうだわ、ストールでもいいし、結構何でもあったと思うんだよ。女性の上司ってこうしてるわ、スカーフ。いや上司じゃなくてもやるわやってる、ね、編集部ではね、うんやってるじゃなくてもやるけど、ね、だからそっか、よかったかもね。カーディガン2000円買えたかも。買えた買えた、1000円いくらかであった。確かにね、マフラーばっかり見てた。いやマフラーもちょっと広めのだとストールとしてさ使えたりね。迷った、難しかったなこれ。85点です。カーディガンやってたらまあ90。いやもう超えてる、なんか超えてるかもしれない。全然あったらそうしちゃってる。私はそうしてる。ああ悔しがってる。悔しいな。いやでもシンプルイズベストでよかったですよ。ですか勝ち負けじゃないけど、そうだね、ちょっとね、可愛いよね、うん、本当に形が綺麗。いや、なんとなくです、大体わかるんです、そのウエストとか脅威とかで、うん、でもあの俺の XL サイズはもうオンラインじゃないとない、XL から上は。だから本当は多分これ、ね、もうちょいオーバーす、ね、そうだね、もうちょい多分これぐらいのサイズ感、結構このでも2人の子でいいんじゃないですか。ということでね、はい、あのユニクロ1万円コーデ、うん、あの無事1万以内、8000ぐらいですかね、ちょうど。楽しかった、結構ね、いいコーデだった。まあ、ジルサンダのコラボアイテムもあったしさ、そうだね、すっごい楽しかったよ。このコーデの半分以上はジルサンダなんで入ってるもんね。3着中2、2着中1、楽しかった。コラボアイテム上がるね。上がる。上がる。本当に。いや、本当そうだよ。可愛い。ってことでね、はい、これあの毎回ね思うんですけど、あの宣伝ですかとかいろいろ来るんですけど、宣伝ではないんですけど、これ見てる人ね、あのぜひユニクロに来てみてください、はい、でコラボ商品もねいろんなものがあるんで、あの皆さんぜひ買ってね楽しんでみてください、はい、では高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。Record your voice so I can listen back again.